え、こんばんは。えと、マサートです。農家との編集でお送りしています。ニュース委員ク、主に、ウクライナ情勢、また、中東ですね、イスラエル選挙ですね。新防衛研究チャンネルの近藤さんがライブで、昨日はちょっと、その動画を見ることができましたので、久しぶりに、え、トサン TV さんですね、いろいろとこの、 ウクライナのゼ,ゼスについて、また、えー、ちょっとですね。また、そのハマス、えー、その、なかなか、あその、情報を取るの難しいということで、フェイクスニュースとか、その、えー、真実ですね、なかなか難しいですね。そういうことも私も、お、学びましたけど、えー、その、拝聴ですね、久しぶりに、えー、トサン TV さん、安全保障に詳しいですけど、えー、私たちはもも、もう、まだまだ、全然知りませんけど、えー、頑張ってますね、頑張ってほしいと思います、えー、トサン TV さん、えー、なぜハマスを批判するのか、 を聞いてほしい、えー。ウクライナ情勢、ヘルソンで。えー 共闘法ですね、えーえー、この、えーまあ、戦争において近郊の放送、えー、ということで私も初めて知りましたけど、まあ、自衛権ですねなかなか安全保障に私もおといですけど、えー、このハマスの絶対最初のテロは絶対許せないですねまあそういうことで私自身もその、えー、ハマス自,自体は絶対もうダメですねその、えー、逆に言えばそのパレスチナ自,自身からハマスを排除してほしいという感じですねそういうい教育そのヨルダンの,その アッパス議長が率いるそのヨルダンですね、そういう,うイスラエルを認めるという、お互い認めるという感じで、ハマスは絶対、イスラエル認めないですね、そういうことは絶対、ハマスはだめですね、逆にこのガザの地区から、逆に悪くなってますね、このパレスナの手でハマスを排除するというか、健全な、その、 イスラエルと共生するそのパレスチナのおおお、まあえー、あ,あり方であってほしいと願います。なかなかまたウク,ウクライナ情勢、アウデ,ィディあーでか、ちょっと厳しいという、トッサン TV スナガジ情報がありましたけど、なかなかウクライナ頑張ってほしいですね、えー。短くなりましたけど、ウクライナに栄光あり、また、まあまあ、イスラエルにシャロームですね。ちょっとパレスチナはアラビア語では分かりませんけど、パレスチナに もシャラムですね。はい、マスターとです、えー。なかなか、まあ、いろいろそれぞれの立場がありますけど、難しいですけど、はい、えー、マスターとのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。短くなりましたけど、次回のニュース4択でください。マーしたしょうマスタパーサンプレイジシャラム、シャラム、シャラム。